北の国オーロラビレッジにはこんな言い伝えがある。空が引き裂かれし時、水君が北風と共にやってきて汚れし水を清めた。この空が引き裂かれし時というのは、太陽活動が活発になった際に発生する非常に強力なオーロラのことではないかと言われている。伝説が本当なら水君が現れる可能性があるってことか。水君に会える。所長、俺たちをオーロラビレッジに行かせてください。水君の秘密を調べてきます。私はエマ。ポケットモンスター、オーロラからのメッセージ。なんだかとってもいいかい。